川口博士、川口博士、川口博九1936年、昭和11年8月22日から1987年、昭和62年11月17日は、日本の俳優、司会者、探検家、タレント、東京府生まれ、慶応義塾高等学校中退後、俳優在演劇研究所に入学。百五十六年、昭和十一年、 映画、裁かれる10代でデビューした。同年、初の主演作、処刑の部屋で注目を集める。以降、大英年代劇の若手2枚目トップスターとして、多くの映画に主演。K. マ子、若尾文子、山本富子、岸景子らなどと共演し、巨人と玩具、妻は告白する、浮草、弟などがある。1960年、昭和35年。 のぞえひとみと結婚。1962年、昭和37年に、大英大社後は、実業家への転身を図る。不動産管理会社である、株式会社川口エンタープライズを設立し、アメリカ西海岸などへ、集合住宅の視察へ赴いた。東京都文京区にある父、川口松太郎邸の広大な敷地を利用して、総工費7億円を費やして1964年。 昭和39年10月1日に開業した自宅兼デラックス賃貸及び分譲マンションである川口アパートメントの運営を取り行った。入居者として1960年代には栗原玲士、藤村有弘、水谷八重子、水谷義親子、1970年代に差し掛かる頃には加賀まり子、安井和美、1980年代には月給千秋、 また1972年、昭和47年により、千葉新一、野際陽子夫妻が住んだことで知られる。1967年、昭和42年には、芸能界に復帰し、二足のわらじを履いた。同年、株式会社川口プロモーションを設立。復帰後はテレビへと活躍の場を移し、1969年、昭和44年からは、テレビドラマ、 キハンターにレギュラー出演。フジテレビ系は中継の司会、解説を務める傍ら、1970年、昭和45年、川口博士探検隊の前身のザショック、日本テレビ系を企画、出演。1976年、マッテイ、アツシが自身の結婚を機に早々と俳優業に見切りをつけ、引退。以後は、マネージャーやプロデューサーなどの、 裏方として芸能界に関わっていく。1977年昭和52年からは水曜スペシャルテレビ朝日系で川口博士探検隊が放送開始シリーズ全43回に及ぶ人気を博した。1983年昭和58年6月に放送された恐怖ブラジル魔教に一食いピラニア隊軍団を終え 逆襲死闘で、川口はピラニアに指を噛まれて負傷。後に出演したバラエティ番組ではこの時の傷跡を公開している。1985年、昭和60年に癌と診断され、手術後に闘病生活に入る一時は癌を克服する。1987年、昭和62年、自宅で食事が喉に使えようとしたため病院で検査したところ、食道癌と、 口頭がんが発覚、再手術を行うも、食道がんを除去した際の副作用で腎不全と肺炎を併発し、同年11月17日に生引き取った。川口は、肉親や家族が病で亡くなっていることを気にしており、ほぼ半年ごとに健康診断を受診していた。特に両親である松太郎と三マは二人とも生前に、んを患っており、 川口自身も癌に特に気をつけていたものの、早期発見することはできなかった。なお、高等癌については直接の死因とはならなかったが、役者の命である声を失うわけにはいかないという、川口本人の意向で最後は手術を行わなかった。2005年、平成17年1月26日、ユニバーサルミュージックから川口博士探検隊シリーズ中6本が初めて DVD 化され、 発売された。2007年には、日本文芸者より未確認生物編の5話が、山口正人によりコミック化、G コミック、漫画、川口博士探検隊未確認生物編として発売されている。富士テレビ、競馬中継の司会を長く務めたのみならず、自身も、マルガリータ、マスカラーダ、1974年代8回、ステイアーズステークス2着など、 中央競馬でも競争馬を所有していた。毒蛇や毒蜘蛛に襲われたり、そこなし沼にはまる、隊員たちが新たな脅威を発見し、隊長、と叫ぶなどのシーンの多くは、あくまで演出であり、ただし、視聴者はドキュメンタリーではなく、エンターテインメントとして、その意図的で毎回おなじみな演出をも含めて理解し、楽しむ番組だった。後に、カモン達夫がこれを皮肉った曲。 ゆけ、ゆけ、川口博史、1984年を歌いヒットさせた。このような過剰な演出が現在も解雇される一方で DVD 発売時の特番で元番組スタッフが語ったコメントではジャングルなどの辺境の地での過酷な環境でのロケは命がけであったことが10回されている。父は作家で大英専務の川口松太郎、母は 女優の美ま愛子。妻は女優の野添ひとみ。小畜音楽舞踊学校出身で小竹でデビューした野添だったが、その頃から交際を始め、父、松太郎に頼み込み、大英に移籍させた。映画での共演作も多く、数年越しの交際を実らせての結婚だった。その後は娘二人を設け、おしどり夫婦として知られた。弟に、 俳優の川口久しと川口敦し。妹に、女優、陶芸家の川口明。元宝ジェンヌで、宝塚歌劇団二十四期生の木川るり子は、母方のおば。あ、1978年5月21日、自定、久しが、大麻、コカイン LSD で逮捕、懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決。6月6日、厚しが、大麻、 LSD で逮捕、懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決。6月26日、妹、アキラも、LSD で逮捕、書類送検、起訴猶予。マスコミでは、川口一家の麻薬汚染事件と報じられ、これを契機に久しは、俳優業を引退。アキラは1982年、母、ミモス子の死去をきっかけに、芸能界から引退している。 1982年、昭和57年に、母、美マが死去。翌1983年、昭和58年に次女が血小板減少性。死半病のためわずか17歳で死去した。1985年、昭和60年に、父、松太郎が亡くなるのと同時に、川口本人も、癌と診断され、手術後に闘病生活に入り一時は癌を克服する。 1995年、平成7年5月4日、妻の野添えが、甲状腺がんのため死去した。川口が病魔に侵される数年前には、非脳法を患うなど、病気がちだったという。2008年、平成20年9月17日には、末程の厚氏が、脳内出血のため57歳で死去した。他多数、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。